歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川猿翁さん100歳まで生きる夢叶わず、弟子ら弔問、生き生きとした安らかな表情、市川猿翁。歌舞伎俳優の市川猿翁さん、本名喜熨斗雅彦さんが享年83歳が9月13日に不整脈で都内の自宅マンションで死去したことが発表された。9月15日から一夜明けた16日、遺体が安置される都内の斎場には弟子らが弔問に訪れた。弔問した関係者は、舞台に出ていた頃のような生き生きとした表情をしていたと話した。猿翁さんは100歳まで生きると話していたと言い、期待の役者らしい最後を明かした。週明けにも近親者で家族葬を営み、後日お別れの会を行う。猿翁さんの訃報が発表されてから一夜、スーパー歌舞伎で名を馳せた革命児の最後の様子が明らかになった。関係者によると、13日朝、身の回りの世話をする付き人が就寝していた猿翁さんの呼吸の異変に気づき、マンションに常駐する医療関係者に連絡、間もなく眠るように息を引き取った。ここ最近はパーキンソン病でほぼ寝たきりの状態だったが、ベッドで体を起こして食事をしたり、テレビでの映画鑑賞や麻雀を楽しむこともあった。関係者は、体は不自由だったけど頭はすっきりして、意思の疎通には問題がなく100歳まで生きると言っていた。不整脈の前兆もなかったので驚いていますと語った。8月の歌舞伎座公演水湖殿では、スーパーバイザーとして歌舞伎座らしい上位になるようアドバイスしたいとコメントを寄せるなど、最後まで歌舞伎への情熱を燃やし続けた。15日夜に松竹を通じて訃報が伝えられ、この日は遺体が安置される都内の斎場に一門の弟子らが弔問に訪れた。弔問を終えた関係者は、最近は食欲もあったようで、顔がふっくらとして舞台に出ていた頃のような生き生きとした安らかな表情をしていた。天寿を全うしたのではないでしょうかと語り、別れを惜しんだ。近く息子の中車さんら近親者で家族葬を営む。市川猿翁さん100歳まで生きる夢叶わず、弟子ら弔問、生き生きとした安らかな表情、市川猿翁でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。